はい、皆さん、こんにちは。今日はですね、Google Earth の使い方というので、ちょっと配信させていただきます。実はですね、株を2日連続やったらですね、昨日の、ライブ配信の視聴数はかなり減りましたんでね、これは良くないなと思って、今日は株はやめます。実際ね、増えなかったもんですからね。じゃあもうそれもさておきですね、もう早速いきましょうかね。Google Earth という地球儀みたいなのがあるんですけど、私結構それにお世話になってましてですね、で前回も何ですかね、前回もですね、出しなかったですかね、前回も、日本を回ったんですけどね、その時ちょっと Google Earth 使ってたんで、ちょっと実際その使い方というのをね、配信というか、皆さん見ていただければなと思って、ちょっと Google Earth についてちょっと今日は語ります。早速いきますね。 Google Earth という地球儀みたいなソフトが実際あるんですけど、もうブラウザの中に入ってます。アプリケーションもあるんですけどね、ダウンロードすれば多分できるんじゃないですかね。一応私パソコンでやってるもんですからね、パソコンの中で Google Earth、これはね、H、マイクロソフト H でしたっけね。パソコン持ってる方は知ってると思うんですけど、H の中に実際入ってますからね。もう Google Earth で検索するとですね、こういうのが出てきます。世界で一番詳しい地球儀、そういうふうに言えるかもしれないです。これも早速グランドキャニオンですね、私行ってきてこの前出しましたよね。で、起動って押します。一応保険のために置いときますね。で、いきなりですけどね、パリね、パリです。パリに実際ね、行ってきたんですけどね、その時も Google Earth 使ったんですよ。で、簡単に言うとですね、シャルル・ド・ゴール空港に到着して降りると。そして、パリだったかな、ベルサイユ宮殿ね、ベルサイユのバラとかでいう、あとね、ブレイキングダウンで言うとベルサイユ理事長かなんか、そういう人に出てますけどね、一応言ってきました。そしてモン・サン・ミシェルっていうところがね、あるんですね。お城みたいなところですね。これもう押してしまいましょうかね。モン・サン・ミシェル、これお城ですね。ルパンのね、カリオストロの城もなんかこれを参考にしたという噂があります。実際ここまでね、今見ればよくやったなと。パリもそうですし、シャルル・ド・ゴール空港から、モン・サン・ミシェルまで車で行きましたね。で、本当に地図もなく、当時はですね、ナビも全然整備されてなくて、一応ナビはあってですね、なんかそれらしき絵が出るという、実際ここに車で行ったんですけどね、ここからね、迷ってですね、なんかこの辺の同じモン・サン・ミシェルとかっていう 地名があって、そこ行っててね、ここじゃねえぞと思って気づくのに結構時間かかりましたけどね。で、一回元に戻って、太い道で行ったと。そんな感じなんですけど、そこ行ったと。これだけやってるとつまらんと思いますのでね、これ行って、で、ちょっとね、順番忘れました。その後もベルサイユ宮殿で、凱旋門どっかにあるんですよ 凱旋門、出しますけどね、凱旋門行って、次ね、リヨン駅っていうのがあるんですよ。ちょっと行きましょうかね、もうね、ちょっと使い方から行きましょうか。もうここでね、実際、いや、ほんじゃちょっと行きましょうか。ちょっと待ってね、まずで、いきなり着くとというか、シャルル・ド・ゴール空港にね、日本から、飛行機以外で行く人はそうそういないと思います。船で行くかもしれないですけどね。まずシャルル・ド・ゴール空港に、次はもう入ってましたね。シャルル・ド・ゴール空港着きます。いうとね、パリの近くなんですよね。シャルル・ド・ゴール空港、これ多分でかいです。これ全部空港ですからね。なかなかでかいと。で、もうそこでね、もう車借りていきなり行くんですよ。車もね、ややこしいですよ。左ハンドルマニュアルですからね。左ハンドルマニュアルですので、右手でマニュアルシフトを操作して、左座席で、ブレーキやら、ウインカーやらね、何でしたっけね、ウインカーとワイパーか。なんか逆でやったような気がしますね。いきなりやってですね、空港から出るのはね、とてなかなか渋滞しとってですね、そんな中マニュアルでいきなりやっとったというね、それもかなり無理がありましたね。でね、ちょっとな、また今度、その旨をね、ビデオも撮ってますんでね、シャルル・ド・ゴール空港から、高速乗ると。
でヒューと多分行ったと思います。まあ、あの太い道をね、もともとあらかじめ、この何でしたっけね、 Google Earth で見てたんでね、大体は分かってたんですけどね、まあ、実際はやっぱ間違った道を選んでいたと。どうなんですかね、ちょっとね、どうやって行ったかは忘れましたけどね、何でしたっけね、モンスター見せここか、これ止まってますもんね、多分だからこっちで行けないんですよね、上から行ったような気がしますね、こうやってヒューとね、まあ、行ったことにしましょう。まあ、ちょっとね、武勇伝で行くとね、あのフランスってね、信号がなくて、信号の代わりにね、丸いね、なんかサークル、なんかね、丸い交差点があるんですよ。まあ、これも道つながってることを考えると、多分こうやって行ったんでしょうね。で、どっかで間違えて、変なとこ行きかけたんですけど、行きかける中でですね、なんかね、丸いね、交差点があるんですよ。まあ、これ全部高速か。まあ、確かにね、まあ、アメリカもそうなんですよ。太い高速があって、まあ、そこで降りて間違えて、街の中ではまるというパターンですけどね。まあまあ、こんなところで行ったかもしれないですね。でね、円形のね、これちょっと近いかな。こんなんじゃないですね。もうちょっとね、もうちょっと本当にまん丸のね、交差点があるんですよ。まあ、口で言って出さないと、やっぱ信用してもらえないんでね、ないっすね、ここね、ないです、一応ないです、もうちょっとね、なんかね、橋くぐったあたりにね、まあ、ちょっと全然記憶ですけど、まあ、出てくるかもしれないんですけど、まあ、そういう、ちょっと名前も忘れましたけどね、まあ、いいでしょう、まあ、どんどん行きましょう、間違えたんですけど、ね、間違えたんですけど、まあ、とりあえず元に戻ったと、もうだんだん分からなくなってきましたよ、これね、やばいですね、これ。どうだったですかね、やってしまいました。あ、これか、ここ来てね、つまらないですよね、これ。確かにね、あれ切れてるじゃないですか、あれ、こういうのダメっすね。道がね、また出るんですよね。どうだったかな、地図のスタイルね、一部ここでいいんだったっけな。ダメっすね。道路を出すとかね、いろいろあるんですよ。これだったかな。あ、これね、道路をやってるから遅いですね。まあ、こういうふうに道路も出るんですよ。まあ、こういうのもね、指定して、まあ、電車で行くんだったらね、公共交通機関とかで多分0点押せば、多分ね、列車の場合で出ます。まあ、今度はね、ちょっとあの TGV ってやつ乗ってみようと思ってますね。それは、ヨーロッパでいう新幹線、ね、のようなものらしいです。まあまあ早いとかなんで、それで本当はね、もう行こうと思ってます。まあ、ここにちょっと電車で、まあ、おそらく電車で行くと思いますけどね。まあ、こんな感じでですね、さっきのお城がね、こうあるんですよ、ここね、ほらほらほらっていうね、これ実際行ってきましたね。で、まあ、これ見えてくるんですよ、遠くからね。それがまあまあ感動しましたね。これが見えるんですよ。多分ね、この辺走ってる時に、まあ、ここが見えてきてたと思いますけどね。ああ、見えてきたみたいな感じで、ちょっとね、違うかもしれないですよ。こういったかもしれんし、こういったかもしれないですけど、まあ、何しろここに着いたと。車で行きましたね。でね、でバス停みたいなところがあって、あとは、ああそうか、ここまでね、またちっちゃいバス、お金払わなかったような気がしますけどね。ここ駐車場、懐かしいっすね。ちょっと整備されたかもしれないですね。そんな車を置くとこないっすね。で、バスで送ってくれるんですよね。ただだったかな、お金払ったかもしれないですね。なんかただに見えますけどね、政府機関。まあ、ほんでバスで行って、またこれがね、近づいてくるんですよ。これがね、またどんどんね、このお城が見えてくるんですよね。で、ガンガンガンと大きくなってですね、まあ、ちょっとね、まあまあこれでいいかな、 3D でいいのかな。真上から見ると、真上から見るっていうのがね、今押した 2D ってやつですね。 2D で、 3D は、まあ、3ディメンションといってね、何ですかね、まあ、3ディメンションです。まあね、こんな感じ。ちょっとね、本物はもうちょっと綺麗なんですけどね、まあ、これでいいのかな。でね、今度ね、私も最近まで迷ってたんですけど、ぐるっと回りたいですよね。ここ正面に持ってきたいですよね。その場合はこうダブルクリックって、まあ、一応書いてあるんですけど、ダブルクリックすると、まあ、地球儀がね、こっち入れ替わります。で、地球儀を押すと最悪ですね。変なとこ行ってしまいますからね。またこうやって、ここでまた撃ったりしないといけなくなります。まあね、このモン・サン・ミシェルもね、撃てばね、出てきますからね。
まあ、そんな感じで、まあ、実際ついてしまいましたと。ほんで正面から見たいなというね、これをぐるぐるっと回すとね、押しながら回すね、押しながら回すと、自分の行きたい方向に来るとね。これね、まあ、実際行きましたけどね、夜景が綺麗なんですよね、夜の、モンサン飯をね、私ね疲れて寝ましたね、で見れなかったんですけどね、まあ、その写真、まあ、一応ビデオもありますけどね、まあ、そういうのちょっと出さんといかんですね、まあ、使い方ということでね、今日はこういう使い方をね、あ、まあいいですか、こうやってね大きな感じで見ます、周りからね。で、今度は実際ね自分が、まあ、ここに立って見るというパターンが、ね、あると思うんですよ。今はまだやってないですけどね。で、橋でね実際、これねちょっとね、まあ、やめましょうか、まあ、やり方だけでいきましょうか、ちょっと時間があんまりないんで、ね、ここに立ったね、この多分ね全部全周見れると思うんですよ。で実際私もここに立ちましたし、こっから立った時、ああ何これ、今こんな工事してんの、工事中みたいですね。工事中なのを撮ったつもりないんですけどね。でこうやって見つつ、またこっち行きたいこっち行きたいっていうのをね、これ押せばね多分行けると思うんですよね。おお、全部工事か。まあね、まず話ついでに言いますとね、自分こっから登っていったような気がするんだけどな、これか、これ多分この門くぐるんかなね。まあもともとねモンサンミシェル、ああ違うわ、そういう解説しとったらいかんっすね、まあ、こういうふうにだからねどんどん入っていけるんですよ、こう押せばね。であたかも自分がこのお城の中に入った風になるんじゃなかったかなね。もうくぐります、これもね、閉じる塔ですからね、こんな感じでね、見たいですね、こっちね、こう歩きますね。まあこれは、まあ、こんなもんでいいのかな。まあ城の中こうなってますとかね、地球儀なんだけどどんどん自分の目線でね、行けるというね。確かここが噂のあれですよ、オムレツ発祥の地ね、行ったらここ行かないといけないんですよね。私はおすすじゃ行ってもいいです、ただしオムレツはね一人分にしてください。まあ一人でそうそう行く人いないと思いますけどね、オムレツ美味しくないです、言っときますからね、もう言っときますよ。オムレツ食べたって私も行く前に言われたんですけどね、オムレツ食べなきゃダメだって、全部騙しですからね、もう申し訳ないです、たわし食べてるようなもんですね、もうこれ言っときますからね。だからね、話の谷に食べるのはもちろん結構ですけど、それが一人一個食べる必要ないですからね、飽きますね、言っときますからね。ここちょっと観光で怒られるかもしれないんですけどね、よくも悪口言いやがったなと、まああるかもしれないですけど、あやってしまった、あーやってしまった、もうマウスが動かないという事態に、ああいけましたね、あとね登れますからね、まあ、登っていくんですよ、入れますからね、まあそんな感じでね、まあまあ使い方はだいぶ伝わりましたからね、そんな感じで、まあ、これ何回も見ても結構ですからね。で、まあ、これ多分潮が引いてますね、潮が引いた状態で、この潮もねヒューってね、昼間だったかな、この満ちてきてね、本当ね潮の満ち引きが分かりやすいですね。まあ小学生のお子さんがいたとすれば、その潮の満ち引きはこういうことだよと言って教えれますね。でこれぐらいにしておきましょうか。はい、次ね、一泊しました、中でね、ここも撮りました、まあ、撮り方はまた別で言いましょうかね。でねプシュッと押すと、ベルサイユ宮殿行きましたね。ベルサイユ宮殿といえばね鏡の間を見に行ってほしいんです、まあ、こんな感じでね、なんでしょうね、こんな感じで、ベルサイユ宮殿入れますね、はい、ヒューッといってですね、今度ねベルサイユ宮殿、これも 3D で出ますからね。ここ駐車場ですね、駐車場、ほんで、3D で行きましょうか、ね、今は 2D か、これは 3D で行って、またね自分の好まないと、まあ全周回ってくれるんですけどね、もうこれ自動ですよ。である程度ね自分の、ま、見たいところで止まらないんですよ。だからこのね操作覚えてくださいね。ここにある方位磁石を、ダブルクリックするというね、ほらほらねやってしまいます、地球儀を触るとねこのややこしくなってしまいます、ね、まあ、ベルサイユ宮殿で、3D になってるんで方向だけ変えると、まあこんな感じでね、正面
正面、車置きます、中入ります。ここはねまだ入場料いらないんじゃなかったですかね。これ広場ですね。実際並びますね、ここにね、でここ入ります。ここ入るために、ここ入るところからお金が発生するんですよね。だから多分ね、こう、まあ、今は分からんですけど、ここかここに、ここに入るチケット、ここにもうちょっと建物があったような気がしたんだけどな、さらに中だったかな、違うな、ここにね、なんかね、チケット、ちょっと待って、ね、ここでヒュッとやれば、またここに立てるというね。ここにしましょうか、ね。正面来ましたね。ほんと金のね、金の門ですからね。でね、ここに入るために、ここに建物あったと思うんですけど、ちょっとあれですかね、景観がそがれるという、景観がそがれて偉そうに言ってますけどね。これ建物消えたかもしれないですね。ちょっと場所が変わった。で、本当に金、まあ金箔でしょうかね、けどね、金のね、あれがありますね。もうちょっと正面に立ちたいですね。ちょっと待ってくださいね。まあ自分が思うに、その人が立つとこはね、こうやってブルーのラインが立つと思ったんですけどね、ちょっとあれですね、ここにはないですね。まあこれ誰か撮ったんでしょうね。こんな感じね、小学生並んでると思うんですよね。これね、これはもう見る価値あります。本当光ってますから、金ピカですね。で入ると、入りますね。この人をもう一回押すとね、また外回りになりますからね。で鏡の間がね、ここには多分ここですね。ここで出ますからね。ここ辺ちょっと押してみましょう。ここ辺鏡の間有名だと思いますね。あ、これでいいですね。鏡の間ですね。こんな綺麗っていうか、人いますからね。これ鏡の間ね。これはもう、パリ、じゃフランス、パリ、ベルサイユ宮殿行ったらこれですね。これ見ないといけないですね。人がいてね、なかなか邪魔なんですけど、これすごいですね。人いない状態で撮ってるっていうね。これプロですね。ここまでできる人はそうそういないです。それか、朝一走って行って撮ったのかもしれないですけどね。それはちょっと価値ありますね。ここでまだドローンとか飛ばすとね、楽しいかもしれないですね。怒られますね、多分ね。はい、これちょっと撮ったみたいですね。この目線しか多分ないでしょうね。だからこの上の目線からなんてそうそうないと思いますんでね。ちょっとね。まあ、こんな感じですよ。こうするとまた上に戻ると。ね。まあ、いろいろありますけど、まあ、これもね、ちょっと私も降りてないんでね。ヒューッと行くと。まあ、これ窓から見えるんですよ、このね。この幾何学模様というか、これ 3D ね。で、ちょっと回るなよと。回るんといてと。で、この中からね、見えるんですよね、これがね。まあ、こんな感じで多分、ここに行くと、こう上からね。まあ、これまさに、何ですかね、ドローンで撮ってるようなもんですかね。ね、まあ、ドローン買わずにこういう景色が見えると。まあ、この辺ちょっとわかんないです。まあ、花が綺麗だったと思うんですよ。行ってないですけどね。ここに入るのもお金がいったかもしれない。そう忘れましたね。まあ、あとほんでね、お土産屋とかあります。ほんで次どんどん行きましょうか。もう時間ないですね。6時でやめようと思ってますんでね。まあ、自分も平日ですから。はい。じゃあ次どうしましょうね。凱旋門行きましょうね。モンサンミッシュ行きましたね。凱旋門。これもね、ちょっとビデオで流したいなと思ってたんですけどね。ちょっとね、何でしたっけね。凱旋門と、実際ここも車で行きましたね。でね、ルイ・ヴィトン本店がね、この辺に確かね、あと何だったっけな、シャンゼリゼ通りとかね、あってね、これでボーリング場なんてあったんですか。マルソー通り、分からんですね。まあいいか。まあ何しろね、ここ回りましたね、知らずに。これまた車少ないですけど、こんなんじゃないですよ。私行った時5列ぐらいぐる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 みんな回ってましたからね。出方がわからんっていう話を今日やるんじゃないですよね。これもいまいちな方向ですね。これもね、だからこれ押してね、グリグリってやるとね、まあ、自分の大体好きな方、どっちか忘れましたけど、もう私もね、結構正面から来たんですよね。で気づいたら回ってたというね。で、まあ、凱旋もこんな感じで、人の目線で行くと、まあ、どっかね、ここ行くのは地下から多分行けたと思いますね。もう正面行きましょうか。どうしようかな。
この下に墓があったりねしたんですけどね、これいまいちな来ましたね、遅いですね、なんかね、ローマンさんの、まあ、これ著作権発生してるかもしれないですけどね、まあ、綺麗に撮れてますね、はい、で、こっち行けないですね、これね、まあ、こんな感じで、上も見れますけどね、なんか隠れてますね、なんかいろいろあるんじゃないですかね、でもこんな感じでね、見れますからね、自分が言ったような感じでね、44%、あ、著作権で書いてます、だから申し訳ないです、ごめんなさい、怒られるかもしれないですね、で、また戻ると。はい、じゃあ凱旋も終わりましょうか。で、ヴィトンのね本店の動画は出してますからね、まあ、ちょっとね方向難しいです。シャンゼリゼ通りを探せれるかって言ったら、ね、まあ、もうどんどん、どんどん行きましょうかね。じゃあね、ルイ・ヴィトン、じゃあこれ行きましょうか、ね、ルイ・ヴィトン本店どんなのかっていうのもだから実際これで見れるということですね、これでね、プシュッと、はい、凱旋門近くのシャンゼリゼか、メゾンシャンゼリゼですよ。だから、ここで私の出していた動画の、まあ多分ここで撮ったと思うんですけどね。動画、ああ、すごいですね。シャンゼリゼじゃなくて凱旋門見ながら、ここをぐるっと回すね。まあだから私が撮った動画とはちょっと違いますけどね。まあ見上げると LV という感じですね。どうなのか、もう一回ちょっと。まあ、見たいところに合わせれると、で 人を押すと人の目線のとこで見れるんで、まあ、ここぐらいですかね、私がビデオ撮ったとこね、ヒューッと来て、あ、夜ですね、かっこいいですね、夜こうな、確かに夜行ってないですけどね、まあ、LV、まあ、この辺から私撮ったんでね、まあ、こんな感じで、ね、ルイ・ヴィトン本店はこんな感じ、夜は初めて見ましたね。でぐるっと回るとね、マックのフランスのマクドナルドとかもね、あるんですけどね。夜こうなってますか。って感じでですね、こんなんでいいですかね。ちょっとやろうと思ってたことに対して、ちょっと少なかったですけど、まあ行きたいとこはね、こういうふうにね、まあ私も、こうやって書いてますから、短かったですね。まあまあちょっとね、いろいろ行ったんですよ。これもうちょっとね、拡大しましょうか。まあ、文字大きくすればいいんですけどね。まあ海外ではこんだけ行きました。これも言いましたね。で今言ったヴィトンまで行ったんですけど、リヨン駅、ほんで自分泊まったとこがノボテルなんちゃらっていうリヨン駅の横にあるんですけどね、まあ、それとかね、まあ、だから事前に行く前にね見れるということです、そのホテルとか自分泊まるとこね、でエッフェル塔、ルーブル美術館ね、モナリザがあるとこですね、これも出しましたね。でライン川下りをねやっぱり行ったらやらないといかんですね。でユーロディズニー、これも出してますね、ピンクのねお城ね。でアメリっていうね映画があって、そこの喫茶店とかね、で私が泊まったリヨンっていうのはね、あのあれっすわ、ジャン・レノが出て、ちょっと殺し屋の映画忘れましたけどね、あ言ってしまいましたね、あのあんまり良くない言葉言ってしまいましたね、それのデータなんだか忘れましたね、そこで撮影したね、とてもあの由緒正しいレストランね、そんなあるって知らんくてですね、見に行くの忘れましたね。忘れたというよりもあることも知らなかったというね。リヨン駅で撮影したっていうのは大体知ってたんですけど、そこのレストラン行くべきでしたね。まあやっぱりね、クタクタでしたからね。実際車で回って、リヨン駅で登ってるっていうところで泊まったんですけどね。まあその後エッフェル塔やらなんやらかんやら、そこを拠点にね、行ったわけですけどね。だからね、まあ行きたい場合はね、まあこうやって事前に見れますからね、いろいろね。で、まあいろいろあの外国行ってますけどね、まあ今でいうアナハイムエンゼルスのとことかね、まあ、ロサンゼルスのあるらしいです。で私の先輩ね、まあ何人かいるんですけどね、ディズニーランド100周年に行くらしいです。ロサンゼルスだったかな、ディズニーランド100周年で、ついでにアナハイムエンゼルスとね、ヤンキースの試合も見てくるらしいんですね。まあそれはちょっとまた追って言いますからね、先輩ね、まあまあおじさん、こってりおじさんですけどね、なんかね、私の感じはテレビに映るような気がしますね。あのテレビに映るもそうだし、あの球場内でね、なんかに似てるっていうとね、なんか映るらしいですからね、なんか先輩もなんかに似てるか、なんかで映るような気がしますね。っていう風に言ってんだったらやれやって感じですけどね、アナハイムちょっと出ますかね。まあ、こんな感じでですね、どんどんやればいいってことですよ。とかね。アナハイム、これいいかな、ヒューッとこうね、もう今だから飛ぶんですよ、アメリカにね、
アナハイム、ロサンゼルス、私ロサンゼルス得意ですからね、3回行ってますからね、まあ、この辺に球場があるんでしょうけど、ああほんで多分ここに行くんだろうな、ちょっとねアナハイムの球場の名前も知らんですから、まあ、ここにね、まあ、地図でも行って見れるということですよ、まあ、6時になったら終わりましょうかね。じゃあまた、こう、Google Earth 使ってどこ行きましたっていうのもやりたいと思います。はい、Google Earth、Microsoft Edge の中に入ってますからね。はい、じゃあ今日一旦こんな感じで、なんやか25分喋ってますね。はい、やっぱりね、いろいろ何か喋ろうとかね、やろうとしてたんですけどね、ちょっとね、やれないかったですね。結構自分の思ってることよりやれなかったですね。はい、で、これもどんどん下がってきてますんでね、皆さんに私の見てくださいね。なんで見てくださいなんだって聞かれるとね、ちょっと辛いですけどね、まあ、せっかくやってるもんですから見てくださると、私のモチベーションも上がるみたいな感じですね。はい、22人ありがとうございます。20人切ったらやめようかな。仮想通貨調子悪いですね。で、あとは、まあ、最後ですか、ちらっと。で、株もまあまあね、ちょっと下がったんですけど、まあまあいい感じです。で、トヨタさんね、期待してたんですけどね、ちょっとね、いまいちな報告、昨日決算だったんですけどね、一瞬上がりました。一瞬上がるか、上がることを見込んでみんな買ったんでしょうけど、ああ、いまいちな展望だった。1年後こんな感じだったということでですね、爆上がりしなかったです、まあ、実際負けたわけ、まあ、昨日より減ったわけなんでね、そんな言うほど減ってないんですけど、まあ、増えはしなかったと、まあ、あとはまあね、末期東急さんも、まあ、上がりましたけどね、150円ぐらい上がりましたけど、まあ、またストップ高っていうわけにはいかなかったですね。結局、まあ、配当ですよね、上がってしまうとね、自分が投資した額より配当率が減りますからね、ちょっとね、これもよく見たら 15.7 じゃなさそうなんでね、6%、7% だったかな、ちょっと修正せんといかんですね、これ未修正ですね、火曜日のままです、はい、じゃあちょっと終わりますね、今日はね、ちょっとすいません、また本日はよろしくお願いしますね、今日は Google Earth の使い方でした、またよろしくお願いします。